須水強氏は日本のチェリストである。東邦学園大学院大学特任教授、公益財団法人、サントリー芸術財団代表理事、サントリーホール館長、霧島国際音楽祭音楽監督を務める。父親からチェロの手ほどきを受け、8歳で第1回リサイタルを開催。東邦学園で斎藤秀夫に支持し、東邦学園高校音楽科卒業後に、 インディアナ大学へ留学し、ヤーノシュ・シュタルケルに指示した。1963年より、シュタルケルの助手を務める。1957年に、第26回日本音楽コンクールのゼロ部門で、第1位と特賞を獲得。1960年の NHK 公共楽団欧米演奏旅行に、同行し評判を博した。その後、1963年に、 ミュンヘン国際音楽コンクールで第2位、ブタペスト国際音楽コンクールで第1位を獲得し、世界各地のオーケストラと多数共演した。西オンタリオ大学准教授、イリノイ大学教授、インディアナ大学教授、東方学園大学教授として更新の指導にも当たる。2004年4月から2013年3月まで東方学園大学学長を務めた。 ソニーミュージックジャパンインターナショナルたより収録 CD、演奏曲を多数発表。大ガ・ノリオとも信仰が深い。特に、バッハの無伴奏チェロ組曲は1969年、1991年と二度、録音している。死であるシュタルケルがバッハを得意としていたこともあり、包み自身、無伴奏チェロ組曲は、自分の血であり肉であると発言。 この曲の全曲演奏の際には、第3番を最後に弾くことが多いが、その理由として、コントラスト効果もあるが、最初に聴いたバッハのレコードが、パブロ・カザルスの弾く第3番であったことを挙げている。また、近年の演奏はバロックそのものではないが、バロックの精神を生かした演奏が一つのスタイルになっているとも発言している。古典音楽から現代音楽まで幅広い演目を持つ。 リサイタルも多数行っている。斉藤記念オーケストラ、水戸室内還元楽団の主要メンバーでもあった。音楽教育者として、更新の指導、音楽を通しての教育活動にも積極的に参加し、小中学校等での出張コンサートにも多数出演している。2005年5月22日、神戸ワールド記念ホールで開催された1000人のチェロコンサートに参加。 サントリー音楽財団の理事長を務め、また、改修工事の終了に合わせて2007年9月1日より、佐治信忠に代わりサントリーホールの館長にも就任した。2009年、日本芸術院会員、サントリー芸術財団代表理事。妻で劇作家の堤春江は、佐治慶三の長女。バイオリン奏者の江藤久美子は妹である。ありがとうございます。